ピアラシティ周辺、ピアラシティは、埼玉県三里市ピアラシティ一丁目にある複合商業施設である。三里インターチェンジ北側区画整理事業地の中核商業施設として、2005年5月に待ち開き。シティ内は、県内最大級である、伊東洋華道三里店をメインに、大型ホームセンターである、スーパービバホーム、大型、最新 A シネマコンプレックスである、 ムービックスミサト、地域最大級アミューズメントパーク、ゲームパニックミサトにより構成されている。伊東洋華道内には、ファッション、レストラン、書店など、多数の専門店が入居。駐車場は3126台。ショッピングセンターとして、埼玉県内有数の規模となる。ロードサイド店舗の部類に入る。また、第二期出店として、山田電機、ワンダーグー、カイカツクラブ、 湯かいそ湯煙いゆけむりよこちょう、おうとばくす、あその他にも、ビッグボーイ、エネオスエネジェット、トヨペット店、すずきアリーナ、けいゆ、たまほうなどが出店されている。駐車場は三千百二十六台。駐車料金は無料。各路線にて、ピアラシティ定流所下車。ピアラシティは、鉄道駅からはいずれも遠く、各鉄道駅と結ぶバスも本数が少ない上に、 最終バスの出発時間も比較的早いため、公共交通機関を利用してのアクセスはやや難がある。ピアラシティ独自の無料送迎バスも設定されていない。また、つくばエクスプレス線三里中央駅前にもエムズタウン、海洋、新三里駅前に、ララポート新三里、イケア、コストコが2008年から2009年にかけてオープンし、さらに、武蔵野線に、 越谷市内の越谷レイクタウン駅開業とそれに伴う日本最大級のショッピングセンター4レイクタウン開業により当初は苦戦を予想する声もあったが前日の商業施設が鉄道駅に近く主に若年層をターゲットにしているのに対しロードサイド型のピアナシティは家族連れをはじめとして誰もが楽しめる街として住み分けができているありがとうございます